15日午前、テレビ朝日の番組の放送中、2分余り音声が出ないトラブルがあり、テレビ朝日では詳しい原因を調べています。テレビ朝日によりますと、15日午前、10時25分から放送された情報番組、井戸、スクランブルの冒頭、2分余り、渡って音声が出ない状態が続いたとい、ことです。この時間帯は、東京の他大、と名古屋、放送局でも同じ番組が放送されていたと、いうことです。テレビ朝日、番組内で謝罪、るとともに、トラブルの